ショコラジ、ショコラジ、ショコラジ、口上美咲のショコラジ。皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの口上美咲です。広島のタウン情報誌ウィンクとのコラボレーションでお送りするショコラジ、今日もどうぞよろしくお願いします。さあ、ちょっと昨夜なんですがびっくりしましたね。あの11時8分頃に福島宮城で震度6強の地震があったということで、広島も揺れたんですよね。私はちょっと感じなかったんですけど、やっぱりちょっと揺れたよっていう声がちらほら聞こえてきました。私仙台に実は友人がいて、ちょっとそのね地震があったっていうのを知って驚いて LINE をしたんですけど、もう本当に経験したことのないような揺れで、ちょっと死ぬほど揺れたというふうに帰ってきました。で、その方は、30分後ぐらいに LINE したのかな。避難してたんですね。でも、家の無事が確認できたので、もうすぐ本当に、そのまた30分後ぐらいに家に戻ってきて、はい、そのまま寝たということなんですけど、で、家も倒壊とかも全くなくって、1階の花瓶がちょっと落ちて割れたぐらいだったっていうことで、まあでも場所によっては本当に窓ガラスがね大きく割れて道がね塞がれたりしてるところもあるので、ちょっと今後まだ揺れとか余震などにも警戒が必要だなと思います。私たちはね広島に住んでますから、まあちょっとできることといえば改めてこの3月11日を前にちょっと防災グッズの確認であったり、なんかねお家の揺れ対策とか確認すべきだなというふうに思いましたね。またショコラジでも何か情報が入り次第お伝えしていこうと思います。さあ今日なんですが、お相手です、ウィンク福山ビンゴ編集長のみーさんこと宇都宮久美子さんです。のみーさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、のみーさん実は今日リモートでご出演いただくということで、はい、よろしくお願いします、ね、県の集中対策期間がまだ続いているということなので、福山にお住まいののみさんは念のためお家からということになりますが、お会いしたかったですね、はい、そうですね、はい、広島市内は今日ちょっとまた雨が降り出しそうなんですけど、今に関しては晴れてるんですよ。あ、で外もポカポカ陽気なんですが、福山はいかがですか。はい、同じく今ポカポカ陽気で青空で、うん、すごい暖かいですね。あ、そうですか、はいね、ちょっとなんか春を感じる方も多いと思うんですが、うん、春といえば昨日、はい、スーパーで面白いの見かけたんですよ、はい、っていうのが卵売り場に行ったんですけど、はいはい、ちょっと高い卵があって、私が行くスーパー、はい、その卵のところにポップで、はい、卵は春が旬って書かれてたんですよ。そう、旬があったんですか。ですよね、私も知らなくってね、えって思って、でちょっと調べてみたら、はい、確かにそうみたいで、卵って有精卵と無精卵がある、はいはい、無精卵は私たちが普段食べてるメスだけが交尾をせずに産んだもの、はい、で有精卵はメスとオスがちゃんと交尾をして生まれるもの、はい、なんだそうなんですね、うんうん、でこの有精卵に関して春が旬らしいんですよ。あ、なるほど、そうなんです。なぜかというと、はいはい、なんかその無精卵を産む鶏はやっぱ一年中ぬくぬくした場所で、はい、卵をね気温とか関係なくポンポン産むから、うんうん、その旬とかはないらしいんですけど、うん、有精卵は放し飼いとか平飼いをして飼う鶏が産むんですね。はい、なんで自然交配ができる環境で育てられているんですが、うんうん、やっぱりなんか動物って繁殖期は春じゃないですか。あ、そうですよね、そう、うんうん、だから鶏も例外ではなくて、その子育てに適した、まさに今2月とか4月2月から4月ぐらいはなんか栄養価の高い濃い卵を産むらしいですよ。鶏にも恋の季節。あ、その通りですまさにね、オスとさ確かに恋してそう生まれた卵はこの、うん、2月から美味しくなるらしいっていうのを知ってびっくりしました。勉強になりました。そう、なんかね有精卵ってなかなか食べたことないけどね、春この季節ちょっと食べてもいいのかなっていうふうに思ったりしたんですが、どうですかのみさん、なんか、はい、春感じることあります。あ、実はですね、うん、
ちの、 あの6歳の息子が今年の春から小学校新1年生になりまして、今ちょうど小学校入学準備をしている時期なんですよ。あら、そうですか。そう、はい、なんかね、いろいろこう学用品揃えたり制服買ったりしてる時期なので、なんか、あ、春って思いますね。そっか、まあ、まさになんか春に備えての準備って感じですね。そうなんですよ。うわ、ランドセルは何色ですか？うちの子は、黒です。黒、はい。迷わなかったですか？迷わなかったですね。なんかね、いろんな色があるので、何色っていうのかなと思いながら聞いてみたんですけど、はい、もう間髪入れずに黒って言って。あ、そうなんだ。黒い、はい、即答しましたね。へえ、今なんかね、あの茶色とか、そう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 、女の子だったらもっと種類ありますもんね。もうね、女の子のお母さん大変みたいです。色が決まらないって言ってました。そっか、なんかだって値段もピンキリですよね、きっと。そうなんですよ。高いのから安いのからね、結構いいお値段のものもあるので、本当ね、迷われると思います。そっか、でもちょっとワクワクするなっていうふうに思うんですけど、はい、今日のね、お便りのテーマがなんと恋愛必殺技なんですよ。バレンタインって感じですね。そう、バレンタインデー、まさにそうなんですよ。で、ちょっとなんか今の話聞いてたら、のみさんの息子さんも小学校に入ったらちょっと恋愛とか始めちゃうんじゃないですか？そうそうそう、チョコもらってくるだのなんだのいいのかなと思って、楽しみですね。え、どうなんですか、今まではそのバレンタインデーとかって息子さんは、はい、今だって6歳とかですか？あ、そうですね。なので、まあ、本当にキャラクターもののチョコレートを買うとかその程度なんですけど、はい、今年はですね、ちょうど午前中に近所の、すぐ近所にある洋菓子屋さんに息子と一緒に行きまして、で、お父さんのためのチョコレートを買うっていうのをやりました。あ、そうなんだ。はい、美味しい生チョコがあって。あ、そうなんですね。バレンタインデーって、そのなんか息子さんは認識してるんですか？バレンタインデー好きな子に。一応ですね、はい、そうそうそう、いや、なんかね、今日バレンタインっていう日はね、大事な人にこうチョコレートをありがとうって言って渡す日なんだよっていう話をしたら、はい、あ、じゃあおばあちゃんに買おうとか近所の人に買おうとか、なんかこう、なんだろう、プレゼント配り歩く日みたいに捉えちゃったみたいで、はい、そっか、恋愛とかじゃなくてもお世話になってる人、大好きな人にチョコレートあげる日なんだ、まだ。あ、そう、かわいいっていう感じでした。恋愛じゃないけど、なんか大人への必殺技ですね、それ。そうですね。キュンキュンさせてくれましたね。うわ、そうですか。いいな、はい。ちょっとでもね、これからありますよ、きっと。恋愛。どうかな。楽しみだな。楽しみですね。ということで、今日はですね、ちょっと恋愛必殺技、バレンタインデーですので、ちょっとショコラジ聞きながらそわそわしている男性の方もいらっしゃると思います。またね、女性の方もあげようかどうしようか、なんかドキドキしてる方もいると思うんで、はい、なんかそういう気持ちのままどういう必殺技がいいのかとか、なんか送ってきてくれればなというふうに思います。そうですね、はい、はい。お便りの宛先です。メールはradio@rcc.net、 小文字で radio@rcc.net、ファックスは082-221-3300、082-221-3300です。ツイッターはハッシュタグショコラジ、カタカナでショコラジをつけてツイートしてください。そして今日は欲張りヘルシープロジェクトのコーナーもあります。今回は肘山大学の学生さんに教えてもらったヘルシーだけど満足できるレシピをご紹介します。さらに2時台にはショコラジルーレットの旅です。今日も先週に引き続き竹原市に取材に行った様子をお届けします。ではのみさんも一緒に今日も最後までお付き合いください。さあ、今日はですね、バレンタインデーということで、それ関連のお便りもいただいています。オースの旦那さんからは、こんにちは、今日娘がバレンタインに友達へあげるチョコレートケーキを作っていました。その時、父さん味見してと少しケーキをいただきました。やっぱり美味しいけど、それ以上に娘に少しでももらえたことが嬉しいです。父親ってバカですよね。今日娘からチョコもらえたらいいな。あ、当然奥様からのチョコもお待ちしています、ということで。なんかね、そうですね、嬉しいんだやっぱり。どうですかね、この娘さん、本当に友達にあげるチョコレートケーキなのか、もしかしたら今日ね、好きな男の子と会って、そういうこと、そういうね、チョコレートの交換とかしてるかもしれないですよね。なんか、
いろんなバレンタインデーの思い出もお待ちしています。お送りしたのはカーリー・レイ・ジェプセンで Call Me Maybe でした。フレスタプレゼンツ欲張りヘルシープロジェクト。このコーナーはフレスタの提供でお送りします。お家で簡単に作れて家族みんなが満足できるヘルシーメニューをラジオと YouTube 動画で紹介しようというこのコーナー、再びのみんさんにもご参加いただきます。よろしくお願いします。のみさん、いらっしゃいますでしょうか。今電話の先にはちょっといないかもしれないということですので、とりあえず進めていきます。改めてこの企画はですね、料理研究家の先生や栄養学を学ぶ学生さんにヘルシーレシピを教えてもらって、レシピの材料だけを見て私ふちがみが料理に挑戦します。リスナーの皆さんもですね、このコーナーを通して少しずつ私の料理の腕前の成長を感じていただければと思います。レシピを知る前と知った後でどう違うのか、先生の料理と私ふちがみの料理はどこが違うのか、で違うとどう味や見た目に変化が出るのかを検証する企画です。さあ、ここでのみーさんがつながったみたいです。のみーさん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このコーナーのみーさん初めてということなんですが、はい、あの動画見ていただきましたか？見ました。お、ありがとうございます。口上さんが、はい、こうちょっと緊張しながらあたふたしてる様子を見るっていう。そうなんです。まあでもだんだん腕前は上達していってるので、はい、それもね見ていただければと思います。はい、でですね、今回レシピを教えてくれたのは肘山大学健康栄養学部管理栄養学科3年生の岡本鈴香さんと岡愛美さんです。さあ、今回教えてもらったのはこちら、ごちそうサクサク鮭と玉ねぎのパイ包みです。今回はごちそうレシピということで、大勢で食べるレシピをイメージしました。これレシピ作りするときに何かこだわったことってありますか？こだわったところは、食材を3色、鮭は赤、ほうれん草は緑で、ホワイトソースが白っていうことで、そういうところは気にしました。あ、じゃあすごく華やかになるようにっていうことなんですね。そうですね、上から見たときにその3色が見えるようにっていうのを意識しました。なるほど、じゃあ作るときにそれがポイントですね。そうです、包み方をいろいろ研究しました。そうなんだ。実際にでも今回欲張りヘルシープロジェクトっていうことなんですけど、なんかその栄養分とかこういうなんかあのおかずとかを使った理由っていうのもお母さんあるんですか？ヘルシーポイントとして、食物性食品である豆乳を使用しました。豆乳の中でも無調整と調整豆乳があるんですけど、無調整豆乳を使うことで大豆本来の味を味わうことができて、エネルギーも低いのでヘルシーに食べることができます。なるほど、じゃあパイって私は結構このカロリーが高いイメージがあるんですけど、結構ちゃんとしっかりと栄養計算がされてるっていうことなんですね。はい、そうです。わかりました。じゃあちょっと名前だけ聞いて結構手が込んでそうで難しそうだなって思ってるんですけど、はい、作っていきます。お願いします。頑張ってください。頑張ります。今回はね、パイ包みということなんですが、はい、のみさんはパイ料理ってお家で作られますか？いや、あのね、まあ、パイシートを使ったものだったらしたことあるんですけど、うんうん、なかなかね、あの生地から作ると難しいと思うんですけど、はい、パイシート使うと割と簡単ですよね。あ、そうなんですね。そう、うんうん、私も今回パイシートを使うんですよ。あ、そうなんですね。そう、でもそれ自体ちょっとやったことがなかったんで、うんうん、なんかもう難しいっていうイメージが先行してしまってちょっと混乱しました。でしかもね、あの食材が使う食材今回すごく多くって、はい、ざっと言っていくと、皮なしの鮭、玉ねぎ、ぶなしめじ、ほうれん草、パイシート、食塩、胡椒、有塩バター、卵黄、薄力粉、豆乳、で、ソースとしてプロセスチーズと豆乳っていうなんか、わーって。この量から予測するのはなかなか難しいですね。そうなんです。これがね、目の前にずらーっと並んでて、はいどうぞって言われたらちょっと、おー、どうしようって。何から手つけようって思いますね。なるんですけど、はい、ちょっとね、今回は、本当に見当がつかなかったんですが、岡さんと岡本さんが、
3色のこだわり、この鮭の赤とほうれん草の緑と、はいはい、あとホワイトソースの白っていう言葉があったので、うんうん、その3つの言葉を胸に作っていきました。とりあえずホワイトソースを作っていきます。まずバターを入れます。おー、ありがとう。あ、美味しそう。この中に玉ねぎを入れて炒めます。うわー、めちゃくちゃいい香りしてきた。もう私本当にわからなさすぎて賭けに出てるんですけど、今これ合ってますか？そうですね、ここまで合ってます。合ってますか？うわ、よかった。玉ねぎを炒めるは合ってるんだ、バターで。あ、でも本当にいい香りしてきました。ちょっと飴色になるまでやりたいと思います。で、玉ねぎがしんなりしてきたら、ここにぶなしめじを入れます。これでホワイトソースを作っていくんですね。じゃあこのぶなしめじと玉ねぎをバターで炒めたものに豆乳と、小麦粉を入れます。そうすることによっておいしいおいしいホワイトソースができるはず。今やってる方法は、ちなみにこれは合ってますか？この工程で合ってます。合ってる、すごい。今回本当になんか材料が多いから間違えずにできるってすごいなって。いわゆるジガジさん。そうですね。はい、これツッコミを入れているのがゆいともで、あの映像を撮っているディレクターなんですけど、はい、あの動画ではもっといろいろやり合ってるので、そちらもぜひご覧いただければと思います。で、まあ、料理なんですけど、ひとまず白のホワイトソースを作りました。いや、ホワイトソース難しいですけどね。うんうんうん。すごいですね。ありがとうございます。間違えずに。はい。正しい手順でホワイトソースが、を作ってる。ホワイトソースを作れたんです、私は。ここをね、褒めていただきたいです。ちょっとね。本当にあの、はい、初回の頃にダマになって大変だった頃を思うと。はい。なんて成長。うわぁ、ありがとうございます。褒められるのが一番嬉しいから、すごい嬉しい。はい。でも、なんか今回は、あの、鮭とほうれん草以外は、ホワイトソースにしました。で、はい、なんかもう不安すぎて、いちいち合ってる合ってるって聞きながらやっていて、すごい助けられはしたんですけど、まあ工程は合ってたようで、はい、パイ生地をですね、そこから綿棒で伸ばして、で、うん、鮭とほうれん草とこのホワイトソースを一緒に包んでオーブンで焼いて、完成しました。すごい。はい。これね、もう本当にあの、パイ包みって聞いただけで難しいイメージはあったんですが、うんうんうん、意外と手順は、あの、単純というかシンプルで。はい。本当に、あの、簡単でした。今回は上出来だと思います。ただ、謎だったのが、あの、ホワイトソースの分量以外に、チーズと豆乳でソースを作るというふうに書いてあったことなんですね。チーズね。そうそうそう。はい、ありましたね、材料。そう。で、これをどう使えばいいのかわからなくって、とりあえず私は、この豆乳を温めて、チーズを溶かして、まあソースなんで、後掛けにすればいいかなと思って、あの、パイとは別に後掛けソースにしました。これで、縁紙的、完成です。さあ、今回の料理の出来栄えはいかに、レシピを教えてくれた岡本さんと岡さんに、私が作った料理を食べてもらいました。岡本さん、いかがでしょうか？そうですね、パイがとてもサクサクしていて、また、鮭の塩味もいい感じで、とても美味しいです。あれ、すごく高評価なんですけど、嬉しい。え、どうですか、お母さん。しっかり味もついていて、美味しいと思います。わあ、高評価だ。私、一つすごく謎だったのが、このソースを何に使えばいいかよく分からなくて、後掛けっていう風にしたんですけど、これは合ってましたか？本当は後掛けに私もしようとしてたんですけど、はい、せっかくスパイがサクサクしてるのでかけてしまうと、そのサクサク感が失われてしまうので、だったらかけずに中に入れるか、食べる時にディップして食べるのがいいかなと思って、この中に入れました。そっか、じゃあ間違いではなかったけれども、このパイのサクサク感を守るためにこれを塗ってから焼く方がいいんですね。そうですね、そのようにしました。じゃあ今回私が作ったこのパイ包み何点ですか？85点です。うわ、
結構いい数字ですよ。自分では合格点です。ということで、のみーさん85点いただきました。85点高得点、はい、ありがとうございます。もうこれはね、自画自賛したいと思います。え、お味どうでした？あ、すごい美味しかったです。なんか、うんうん、実は私ホワイトソースと、豆乳と、はい。チーズで作るソース。はい。これを後書きにしたんですけど、学生さんは、その、中に、焼く前に入れていて、はい、はい。やっぱりでもそっちの方がちょっとコクはあったかなっていう感じでした。なるほど。うん、で、うん、あとは、今回3色っていうのを意識したんですけど、はい。やっぱホワイトソースを綺麗な白色に仕上げないといけなかったんですが、うん。私、玉ねぎを飴色にしてしまったので、ちょっとブラウンソース的な感じになってしまったのが失敗だったかなと思います。なるほど。はい。あと味はね、コクが出そうですけどね。あ、ブラウンソースの方がそうですね、そうかもしれないです。彩りってことで言うと、そっか、そうなんですよ。あと鮭に関しては、うん、なんか皮目を私は上にしてしまっていたんですが、やっぱり下にして綺麗な赤色を見せた方がいいということでした。なるほど。はい。ここでもやっぱ色なんですね。そうなんですよ。まあそういうことがあってマイナス15点ということだったんですが、うん、9大点かなというふうに思っております。うんうん、でですね、今回のレシピは私本当に全くわからなかったにもかかわらず、まあ、まあまあ成功したということで、はい、パイが難しいものだというイメージが結構なくなりました。はい。で、見た目が色とりどりで素敵なので、ぜひね、今日のバレンタインデーのレシピ気に、まだ決めきれてないという方は、ぜひ選んでほしいなと思っています。はい、さあ、詳しいレシピは、ショコラジのインスタグラムやホームページをご覧ください。そして、細かい手順や分かりやすい具体的な作り方については、動画で詳しく紹介されていますので、気になった方は、YouTube で、ユイトムまたは、欲張りヘルシープロジェクトと検索してください。また、料理動画は、フレスタ店内のデジタルサイネージでも流れるので、おうちご飯のメニューの参考にしてください。動画を見た、家で作ってみたという方は、ぜひ感想もお待ちしています。さあ、お便り、オープニングでお話しした卵の件なんですが、筋トレする犬さんから、卵の旬の件ですが、三寒四温の今の時期が旬だそうです。おー、寒くて栄養を蓄えようとするので、卵に栄養をたっぷり。あと、夏などは水分をたくさん取る傾向もあり、若干水っぽくなるようですよ。はあ、そっか。そっか、鶏も喉が渇いて水分いっぱい取るからっていうことなんですね。食べるものによって卵の味が変わってくるんだ。へえ。なんか私多分有精卵食べたことないと思うんですよ。人生で、これが有精卵だと思って食べたことないから、どのぐらい味が違うのかとか、食べてみたいな。やっぱりこういう卵って、卵かけご飯が一番味が分かっていいですよね。黄身割った瞬間に濃いのは、やっぱりなんかね、ご飯粒に絡みついてめちゃくちゃ美味しいので、テカリがあって、ぜひね、有精卵を買う機会があったらそうやって食べてみたいと思います。ありがとうございます。あとはですね、地震についてなんですが、グランダーソンさんからは、こんにちは。昨日の午後11時8分の地震にはびっくりしました。10年前の東日本大震災の時の地震を思い出しました。我が家のところでは震度4でしたが、1分以上揺れていました。この方、東京都からお便りくださっています。幸い家のものは何も落ちてこず、停電もなかったです。久々の大きな地震でした。地震は本当に怖いですね。てってけ猫太郎さんからも、今日もオンタイムで拝聴したいところなんですが、私は都内でタクシーの仕事をしており、今朝4時まで勤務して6時前に帰宅し、放送まで起きている元気がないため、今回は残念ですがタイムフリーで聞かせていただきます。はい、ぜひお願いします。あと、昨夜関東東北で強い地震がありました。緊急事態にも気をつけて、どうぞご無事に今日も放送ができることを祈っております。この方はね、埼玉県からメールくださったので、埼玉も結構揺れたんじゃないかな。なんか本当に名古屋に住んでるんですけど、私の友達も大学が名古屋だったので、そっちでも結構揺れたみたいですし、あと今回の地震は、10年前の東日本大震災の余震とも考えられるっていうことをね、ニュースでも、言ってましたので、
そんなに長いこと警戒しないといけなかったんだって、本当にね、いつ来るかわからないですから、しっかりとね、私たちも対策をしないといけないなというふうに思ったりもしますね。あとはね、インスタグラムとか見てても、今日のメッセージテーマ、必殺技がね、全然来ないんですよ。なんか、バレンタインでどれだけもらいましたかとか、今日バレンタインデーなんですっていう、なんか話題は多いんですけど、必殺技はね、ブルーサンダーさんも、今日のテーマ、恋愛必殺技ですが、これといった恋愛経験がないからパスさせていただきまして来てたり、なんかね、少ないですよ。ぜひ寄せてください。はい。私の必殺技は、ないんですけど、学生の頃練習したのは、ウインク。正直に言います。練習しました。やっぱりね、漫画とか見てると、ちょっと、かっこいいじゃないですか。で、練習の仕方がね、やっぱり片目が閉じちゃうから、両目閉じちゃうから、片目のまぶたと下をカッて押さえて開くんですよ。で、片目をこうやって、つぶる。パチパチって。そしたらね、ちゃんとできるようになるんです。私今ものすごい綺麗なね、ウィンクできます。いきますよ。ちょっと、スタッフさんに見ていきます。いただきます。いきます。どうどう？できるでしょ？反対！反対！できてるでしょ？これね、めちゃくちゃ練習したんですよ。あとでちょっと、インスタグラムにウィンクアップしますんで、ぜひ見てください。でも、やっぱりね、これをやったからといって、モテには繋がらないですよね。ウィンクする人ってちょっと引くじゃないですか。あと、上手い人って絶対練習してるんで、普段見せるものではないというふうに思ってるんですが、まあ、こんなのでいいですので、ぜひね、必殺技何かありましたらお便りお寄せください。よろしくお願いします。ふむふむウィンクのコーナーです。タウン情報誌ウィンクの今月号の情報をご紹介。今日はウィンク福山ビンゴ編集長ののみーさんに教えてもらいます。のみーさん、再びよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ここ最近ショコラジではなかなかそのビンゴ情報がピックアップできていないということで、ちょっとね、今日は熱い情報をのみーさんに伺いたいなと思うんですが、はい、今日はどんな特集でしょうか。はい、発売中のですね、ウィンク2月号からですね、はい、心と体を元気にするビンゴリトリート旅というコーナーの、ご紹介をしたいんですけど、はい、これね、リトリートというのが休息するとか逃避するっていう、はい、なんか自分自身を大切にしてリフレッシュするという意味なんですよね、はい、そういうことができる旅の紹介っていうことですね。はい、はい、はい、で、去年の10月号くらいからちょっと連載してやってるコーナーなんですけど、この2月号ではですね、私の出身地でもある府中市を紹介してます。そうなんですね。はい、激アツ、はい、そうなんです。ものづくりの町として、まあ、知られてるところなんですけど、ものづくりの町府中市で地元メイドのいいもの探しという、タイトルでですね、はい、これ私もね、ページ今見てるんですけど、はいはい、なんかすごい魅力的というか、写真映えする可愛い写真がね載ってて、はい、木の手作り感とかがあって、すごく素敵なページだなと思うんですが、はい、4つなんかの手作りものづくりの、はい、ものを紹介してくれてるんですよね。はい、そうですね、はい、まず1つ目が、マルケ木工さんという家具屋さんですね。はい、で、こちらでまあ家具を作ってられてるのと、まあ、雑貨を作られてたり、うん、あと、ワークショップを2月と3月にされるご予定があるので、まあ、ちょっとそういった情報を紹介してます。はい、あともう一つが、暮らしの音のとこさん。うんうん、こちらも若葉家具さんという家具屋さんの一角にある生活雑貨のお店で、はい、素敵な商品をいろいろセレクトされているところです。はい、もう一つがパティスリーパンセさんという、うん、明治12年に創業されている府中市でずっと町で愛されている洋菓子屋さんです。へー、うん、はい、美味しそう。そうなんです、うん、特産の府中味噌を使ったスイーツなんかも扱われてます。味噌を使ったスイーツですか。はい、そうなんですよ。わー、いいですね。はい、はい、あともう一軒はですね、小倉園さんという、うん、こちらは上下町にある、お茶のを扱われているところで、はい、珍しいですね、国産の和紅茶を作ってらっしゃるんですけど、
はい、こちら農薬を使用せずに使った日本茶葉から作られている紅茶を、販売されてます。これ味の特徴みたいなのってあるんですか？はい、あのね、渋みが少なくて結構すっきりしてて、あと赤がすごく綺麗な鮮やかな色なので、ミルクティーにしてもすごく色が綺麗ですね。わ、そうなんですね。はい、上下町のお店なんですけど、はい、府中市の、あの道の駅でも買えますので、はい、はい、市街地の方からでも行きやすいと思います。なあ、わかりました。というふうにね、あの載ってる、掲載されてる 4店舗をざっと紹介していただいたんですけど、はい、私がやっぱり一番気になるのが丸系木工さんで、はい、これやっぱハンドメイドの体験ができるっていうのがすごく、あの魅力的だなと思って、はい、これワークショップって具体的にどのような内容なんですか？はい、まずですね、2月27、28の土日と、うん、3月13日、14日の土日、この2回、はい、別々の制作があるんですが、ほうほう、まずその2月の27、28の方がカッティングボードの制作をします。あの、まな板？はい、あ、そうです、そうです。ほうほう。で、まあ、府中家具の家具なので、いい木を使われてるんですけど、その家具作りで出てくる端材を使ったカッティングボードを製作することができるワークショップです。あ、じゃあ本当にあの家具にもなるようないい木材でカッティングボードが作れるということで、うん、はい、結構もう長いこと使えそうですね。はい、そうですね。うん、で、もう一つの方が、うん、3月13日、14日にある方が、ナイフブロックの製作。ナイフブロックっていうとちょっと分かりづらいんですけど、はい、うん、あの包丁をこう立ててしまえるような、あ、はい、ケースですね。包丁立てですね。はい、そうですね。はい、こちらを使うワークショップを予定されています。はい、これ両方行って両方作ると、あの組み合わせた、ね、写真も載ってるんですけど、めちゃくちゃおしゃれで可愛いですね。いいです ね、 ね、うん、キッチンがぐっとおしゃれになると思います。またワークショップの当日には、あの完成品の販売も予定されているので。あ、そうなんですね。はい、あの、うん、買いに行くっていうことでもいいかなと思います。なるほど。あと、あの教えてくださるのがやっぱり家具職人ということで、お、なんか本当本格的にちゃんと家具のことも教えてくれそう、うん、そう、やっぱりね、うん、あの普段すごく精密な高い技術を使って家具作りをされている職人さんなので、はい、木の扱い方、選び方、いろんなことを、あの勉強になると思います。そうですね、うん、またお店もね、素敵なあの木のいろんな家具があるので、これ見て帰るのもいいですし、はい、あともう一つ、あの家具で言うと暮らしの音のとこさんも、はいはい、同じように家具、あの木材で作った家具が売られてるんですよね。そう、こちら若葉家具さんという家具屋さんの一角にあるセレクトショップなんですけど、ここの家具屋さんもね、はい、すごい素敵なんですよ。あのソファーを選びに行こうと思ったら、うん、あのどんな使い方されますかって聞かれて、え、ソファーの使い方って思うんですけど、うん、例えば寝っ転がることが多いとか、あの座るよりも床に座ってソファーに寄りかかるのが好きとか、はい、私それだ。ありますよね。あります、あります。そっか、そういうのがあるんだ。そう、そういうなんか普段のソファーの使い方で、うん、座面の高さとか、あの座面の硬さとか、いろんなアドバイスをくださるので、本当にね、暮らしに寄り添った提案をしてくださるいいお店です。うわ、行ってみたい、うん、自分にぴったりの家具がなんか見つかりそうですね、うん、そうですね。そっか、ここ行って、パティスリーパンセさんでケーキ食べて、はい、紅茶もオグラインさんでいただいて、はい、買って、あ、いいリトリート旅ですね。はい、はい、わかりました。ちょっと本当魅力的だなと思いました、はい、気になる方はですね、ウィンク福山ビンゴ2月号が書店コンビニで販売中ですので、ぜひ手に取ってみてください。お送りしているのは、三坂咲で私を好きになってくれませんか。高校2年生の歌声だとはちょっと思えないぐらいすごく綺麗で大人っぽいですよね、うん、ねえ、歌詞かわいい、はい、キュンキュンしますね。ねえ、うわ、こういう時代あったってちょっと昔のことのように思い出すんですけどあの今日はですね、恋愛必殺技ということで、ちょこちょこお便りも来始めました、はい、ありがとうございます。はい、その前にのみさん、なんかあります、必殺技って。必殺技、うん、私のっていうか、あの主人と夫と、あの、はい、初めてご飯食べに行った時に、あ、はあ、はあ、夫がですね、はい、すっごい綺麗に食べたんですよ。あ、お食料理をご飯を綺麗に食べる人で、うんうん、
なんかそれがいいなって思ったので、はい、なんかこう食事をきれいに楽しく美味しく食べれるってモテるんじゃないかなって思います、うん、確かにな、食の好みとかも大事ですよね、うんうん、きっとね、大事大事、うん、わかります。この方マー君さんからも、あの、僕が大学生の時に当時付き合っていた彼女と一緒に広島市内で遊んでいて、夕方近くになったので彼女の家に泊まることになりました、はい、当時から料理作りにハマっていた僕は、料理が苦手な彼女にキノコとひき肉のトマトソースパスタと、鮭のカルパッチョを作ってあげました。すごい、すごいですねこれすごい。そう、その彼女は僕が作った料理を食べてとても美味しかったと喜んでくれました。料理好き男子にとっては、女子にとってこの料理必殺技だと感じました。なるほど。いや、これ必殺技な気がする。これはモテるでしょう。モテると思いますね。だって作るレシピも結構高いですね、レベルが、うん、すごいですよね。うん、トマトソースパスタと鮭のカルパッチョなんてなかなか作り方わからない。作るにはね、うん、すごいすごいすごいな。やっぱり胃袋掴むっていうけど大いにありますよね、うん、ありますありますね、うん。あとはですね、ストレートマンさんが、僕の恋の必殺技は一途と誠実さです。お、当たり前のことですが、誘惑はすべて断り、相手の女性のためにできることを常に考えています。僕にとって相手の女性が喜んだり楽しそうな姿を見るのが一番の幸せなので、頭の中で考えるだけでなく行動で見せるようにしています。100点、100点だよ本当だったらの話ですけど、もう男性の鏡ですねこれは。すごいです、一途なんですね。うん、ちょっと年齢がね28歳、あ、ちょっとまだ若いんですよ。若い、そうです。こんな若い28歳男子がこんなに一途だったらいいですね。ですね、ちょっとなんかいやー本当にね、あの世の中、そう、男性も女性もみんなこういう風になれば、うん、本当幸せな世の中が待ってるなって思ったりしますよね。本当にいいなーって思ったりするんですけど。あとですね、宮島じかさんからは、はい、恋の必殺技ですが、女性が近くにいるときにすごくいい香りがすると、顔が見えていなくても、あ、この人女性らしくて可愛いなと思っちゃいます。確かにわかるかも。あの、香りってわかりますよね、なんか重要だし、わかるわかる、うん、なんか過去に付き合った人とかのね、香りが街中でふっとしたら、はい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 、心がちょっとまた火がポッと灯るというか、はい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 、うんうん、香水の歌詞みたいですね。あ、そうだ、ドルチェ&ガッパーナ的な、ドルチェ&ガッパーナ的なやつですね。的なやつ何回も経験あります私も確かに。そう、そういう意味ではね、なんか香りって、私の香りこれだよってなんか印象付ける意味で香水って大事なのかな。うん、ドルチェ&ガッパーナをちょっと私も香ってみたいな、一度ぐらいは。ということで、この後も、はい、のみさんはね、2時15分ぐらいにまた再びご登場いただきますので、この後もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お便りたくさんありがとうございます。まだまだお待ちしています。さあ、今日は恋愛必殺技ということで、まあ、続々お便りが届いている中、やっぱりツイッターでは、そんなのないよっていう声も、かなり見受けられますが、例えばですね、こういうのはどうでしょうということで、陽気なマジシャンさんからは、恋愛必殺技ですが、女性にはやはり花束ですね。ありふれたプレゼントなどで慣れてしまっている女性は、特に大きな花束を贈るとめちゃ喜んでくれますよ。イチコロですなんてね、とか。あとですね、花関係で言うとね、タカブランカさんからも、恋愛必殺技のためじゃなかったんですが、昔ちょっと誘われてフラワーアレンジメントを習っていたので、その時に作った作品を僕の一人暮らしの部屋に飾ってもしょうがないからと言って女性にプレゼントしていました。そうするとものすごく喜んでもらいましたよ、ということで。確かにお花は嬉しいかもしれないです。なんかね、花言葉とかあるじゃないですか。それとか、自分をイメージして作ったんだよっていう花束とかをもらったら、すごい嬉しいなって思います。でもやっぱり、年齢にもよるかもしれない。私が高校生の時に、顧問の先生にそれこそバレンタインデーをあげたんですね、男性。定年間近の方だったんですが、その方がホワイトデーにくれたのが、バラ一輪だっ
だったんです。でその方のその先生の持論は、俺は気持ち、女性の気持ちには花で返すんじゃっていう人で、その絶対に女性にはバレンタインでもらったらホワイトデーに花、バラ一輪を返す人だったんですけど、食べ物くれよって思ったのものすごい覚えてます。その時はバラなんていらないよってすっごい思ったけど、今はすごい嬉しいから、やっぱり年齢によってね、ちゃんと選ぶっていうのは大事だなってそれですごく思いました。あとはですね、これもちょっとやり手だなって思ったのが、一文無しの唐財布さんは恋愛必殺技ですが、若い頃よくやっていたのは、気になる女の子に簡単な頼み事をします。例えば会議に使う資料のコピーをしてもらうなど、その日は残業をします。で会議が終わるとお礼でショートケーキを買って手渡します。でそれが終わったら数日後再び仕事関係の頼み事をします。それに対してまたお礼をします。これを3度繰り返すとお互い距離が縮まります。食事に誘って OK してくれれば恋愛へと発展できる可能性が高いです。うわー、やり手ですね。でもわかるかもな。なんか、好きな人とはそういうね、やっぱなんかめんどくさいこととか頼まれても逆に嬉しい。でもこれもさっきの話じゃないですけど、人を選ぶから本当にね、苦手な人とかもうちょっとめんどくさい人に頼まれたら、本当にもうケーキとかいらないから仕事頼んでくるなって思うので、そうですね、タイミングとか相手の様子を伺いながら頼むっていうのが大事かもしれませんね。あとはですね、エギザイルさん、恋愛必殺技難しいですね。ほったらかしはもちろんダメだし、構いすぎてもうまくいかないですもんね。いいバランスを教えてほしいですということで、そうですね、私がですね、初めてそのモテテクニックを意識し始めたのは中学校3年生の時だったんですけど、アメリカに親戚がいるから、まあ、それに行くということで初めておしゃれ雑誌を、飛行機時間とかも耐えられるように買ったんですよ。セブンティーンだったんですけど、そこの後ろの方のページにモテテク10選みたいなのが載ってて、こんなのあるんだって、その時も本当に衝撃を受けて、これでモテるんだって思って、もうめちゃくちゃ隅から隅まで目を皿にして読んだのを覚えてます。でそこに書いてあったのが、ちょうど桐谷美玲さんがトップモデルだったんですよ。私が読んでた時はアヒル口とかね、桐谷美玲さんってアヒル口なんかも有名じゃないですか、可愛い。あとまあ上目遣いとか、あとはさしすせそを使いなさい、料理じゃなくって男性に対しての受け答えで、さすが、し、知らなかった、すごい、せなんだっけ、世界一いいですね、違うかなんだっけ、センスいいですねだ、そうが、そうなんですか、このさしすせそを使いなさいっていうのをめちゃくちゃ覚えましたあとはタチツテとは使っちゃダメっていうので、タが大したことないですねそんなこと言わないですけどね、チが、なんだっけな、なんかちょっと待ってね、チが違うんじゃない、うん、ツがつまんないね、手が適当でいいんじゃない、とがとんでもないです。これがね、意外だって思ったんですけど、なんかとんでもないですっていうのは相手から褒めてもらってもそれを否定していることになるから、ありがとうとかそうですかみたいなことをね言った方がいいみたいなこと書いてあって、めちゃくちゃ読みましたね。まあでもこういうなんかモテてくっていうのは時代によっても違うんじゃないかなって思ったり、私たちの時はね、壁ドンとか顎食いとかあったけど、もうなんか古いとか足ドンとか床ドンとかが出てきたり、よくわかんないですけど、実際にされたらもうほんと引きますけどね、そういうのがねなんかあったり、あとバブル時代にはもっと違うモテテクがあったりしたんじゃないかなって思ったり、ハンカチを膝の上に置いて奥ゆかしい女性を演じたりとか、そういうのがあったんじゃないかなって思ったりもしますが、どうだったんでしょうかね。
あとこういう方もいらっしゃいます。たまごさんからは、最近はチョコをもらえないのが分かっているので、自分でこの時期にしか買えない美味しいチョコを買ってきてチョコを楽しんでいます。チョコ好きの自分には楽しい季節です。うん、このように割り切って自分で買ってっていうのもいいと思います。私も自分のチョコレート買いました。それぞれの楽しみ方でバレンタインデー過ごしましょう。ふちがみさきの気になる話。このコーナーでは世の中にあふれる無数のトピックスの中から私ふちがみが気になるものをピックアップ。今日ピックアップしたものはこちら。もう一度考えよう、地球温暖化。さあ、先週ですね、早速ですがショコラジの中でこんな会話があったので聞いてください。でも私本当最近思うんですが、ダウンジャケットを使う回数が年々減ってってる気がするんですよ。はい、ああ、そっか。なんかその期間も短くなって、うんうんうん、で昔はバレンタインデーって言ったら結構寒いイメージもね、まだ2月あったけど、もうなんかバレンタインデーも春みたいな、本当ですね、イメージにちょっとなってきて、ね、2月が本当は一番寒いって言われてますけど ね全然もう春に向かっててますよねって感じしますもんね、うん、ダウンジャケットそういえば今年1回ぐらいしか着てないかも、うん、1,2 回ぐらいしか。そうだから、ね、うん、今年は冬寒いっていう風に言われてたけど、うんうんうん、それでも、うん、なんかなくてもまあ生活できるような気温が、うん、ですね、その場所によるとは思うんですけどね、うんうん、続いてるなと思って、うんうん、ちょっと焦り私がねどうこうできるってわけじゃないんですけど大丈夫かな、もっと大きくなったら、ね、うん、年取ったらどうなるんだろうって思ったりする焦りがあります。なんか先週の自分の声をショコラジ放送中に聞くって不思議な感じですねさあ、ここからまたのみさんにご一緒いただきます。のみさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あのさっきの会話聞いて、うんうん、のみさんはどう思われますか。確かにね、うん、なんかあの今年まだ私自家用車のタイヤを、はい、あのノーマルタイヤのまんまで、はあはあ、フットレスタイヤに履き替えてなくて、はあ、なんかね、うん、あ、当分なんか履き替えなきゃみたいな焦りがそういえばなくなったなってちょっと思いました。なるほどな、まあ、場所によってね違う、うんうん、全然違うとは ね思うんですけど、うんうん、いやでも確かにそうかも。スタッドレスタイヤとかも付け替えてない人もね、あの、うん、多くなってるかもしれないですし、うん、私はね、あの先週の会話にもあったようにちょっとなんかここ数年ですごい急激に地球温暖化が進んだんじゃないかなって思って焦ったんですよ。はいはい、で本当にそんなに気温が上がっているのかっていうのをちょっと気になって調べてみたので、今日はその結果報告をしたいと思います。はい、はい、でその前になんですが、そもそも地球温暖化が起こるメカニズムを紹介したいと思います。はい、これはですね、地球は太陽からのエネルギーで温められているんですね。うん、私たちも太陽が出ていたら暖かいなって感じたりしますよね。うん、でこの熱の一部を大気中の二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが吸収して残りの熱を宇宙へ放出しているんです。で、うん、この温室効果ガスによる熱の吸収によって地球上は平均気温約14度という生物の生存が可能な環境に保たれてきました。ところが産業革命以降の人間社会では化石燃料を大量に燃やすようになり、大量の二酸化炭素などを大気中に排出するようになりました。でこのため大気中の二酸化炭素濃度が上昇し続け、結果地球上の熱を吸収する量が増えて、この地球全体的に温暖化しているということなんです。改めてねこういったことを聞くと、その温室効果ガスを減らすことの重要さっていうのに気づきますよね。はい、うんうん、地球がなんか熱を溜め込んじゃってるみたいなイメージなんですね。まさに、はい、そんな感じなんです。うん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 、で、まあ、それを受けて最近のニュースこういったものがありました。先週の中国新聞ニュースでは、地球温暖化に伴う海水温の上昇によって今世紀中に世界の海での全てのサンゴ礁が消失する恐れがあるとの報告書を国連環境計画 UNEP が5日までにまとめたという記事が載っていました。って思いますよね。そうなんですよ、今世紀中に、今世紀中、まあ、で日本に関して言うと沖縄県とか鹿児島県、あと東京の小笠原諸島などにサンゴ礁が分布していますが、報告書では日本の周辺海域でも
24年に白化、その死滅が常態化する可能性があるとしているということで、サンゴ礁といえばもうね、美しい海の象徴だから守っていきたいなって思ったりもします。そうですね、でまたあのオーストラリアで起こった森林火災、はいはい、覚えてますか？ありましたね、これですね、2019年9月から2020年の2月まで約半年間続いた火災なんですが、これも温暖化が関係しているそうなんです、はい、あ、そうなんですね、はい、関係は否めないということで、2019年には、平均降水量が観測史上最も少なく、空気が乾燥していたのに加え、平均気温も過去最高を記録したと、オーストラリアでは。で12月には記録的な熱波が到来し、火事が起こりやすい気候が続いたそうなんです、はい、結果日本の国土の約6割にあたる面積が焼け、で、約5万匹いた野生のコアラのうち約3万匹が死んだと言われています。へえ、本当にかわいそうだし、そんなにって思いますよね、すごい規模ですね。そうなんです、まあ、こういった、ね、ことが本当に起きているから、じゃあ実際にあのダウンの話もそうですし、どのくらい最近気温上昇したんだ、はいはい、そんなに上昇したのかっていうふうに思ったので、調べた結果を今ここに発表したいと思います。はい、ですね、今手元にあるのがこの2枚の紙がですね、日本の東京の平均気温の、月別の値なんですけど、数値なんですが、これがですね、1875年から去年2020年までのデータが今手元にあるんですね。はい、だから2月の平均気温とかがずらーって載ってるんですけど、びっしり書いてありますね。そう、びっしり書いてあります。これをですね、ちょっと、結果発表として使わせていただきたいと思います。そんなに、そうだな、私が生まれた年と今と比べてみることにしましょう。はい、ですね、1994年の2月の平均気温が 6.6 度でした。 6.6 度、はい、で2020年、去年の平均気温が 8.3 度でした。おー、ということで、はい、結構お増えてる、高くなってるって思いますよね。すごい。はい、がしかし周辺の気温を見てみますと、はい、例えば1994年なので5年遡って1990年から見ていくと、はい、1990年は 7.8 度、あ、結構高め、うん、91年は 6.5 度、92年 6.9 度、はい、で93年が 7.7 度で、94年が 6.6 度ということなんですね。あ、でさらに2020年も遡って5年前から見ていくと、うん、2016年は 7.2 度、はい、17年は 6.9 度、あ、はい、18年は 5.4 度、あ、なんで19年が 7.2 度で2020年が 8.3 度なんですよ。あ、結構上下してるんですね。そうなんです、うんうん、上下してて、まあ、そこまで急激にってか高くはなってないんですよね。あ、そう、8度を超えた季節がです、時期がですね、うん、実は2004年には 8.5 度もあるし、2007年にも平均気温2月 8.6 度っていうのがあるんですよ。そう、なんで結果的に見たら、ここ最近急激に地球温暖化が進んでダウンベストを 着る回数が減ったっていうのは正しくはない。あ、なるほど。そう、違うっていうことなんです。あ、たまたまあったかい年だったっていう、そう、あったかい年が最近ちょっと続いてる暖冬傾向、まあ、特にね、去年とかも、そう、そうだったんですけど、うんうんうん、過去にもそういう時があったっていうことなんですね。なるほど。がしかし、はい、すごい長期スパンで見ると、うん、例えば1900年代から気温がね、徐々にあの世界的に上がり始めたというふうに言われているんですが、はい、1900年を見ていると、見てみると2月の平均気温は 3.1 度でした、はい、お、全然違う。全然違いますよね。あ、そっから5年を見ていっても、1901年は 3.7 度、はい、1902年が 3.8 度、1903年が 4.1 度ということで、そうなんですよ、すごい長い、上下しながら、はい、やっぱり確実に上がってはきてるんだ。そうなんです、長い期間で見るとやっぱり曲がっているということで、結果的に言うとですね、これ、はい、あの世界では様々な気候変動を繰り返しながら、上がったり下がったり繰り返しながら、100年に平均 0.75 度ずつ上昇しているそうなんです。あ、はい、
場所によってこれ変わるため、広島県のホームページによると日本では100年におよそ 1.07 度の割合で上昇しています。結構違いますね。そうですね。で最近50年の傾向で言うと、過去100年の2倍の上昇率なんだそうなんですね。ああ、じゃあやっぱり進んでますね。そうなんですよ。で、まあ広島では、その広島市内ではこの20年間で 1.5 度上昇しているということで、やっぱりちょっとずつではありますが進んでいて、少しの上昇のように思えるんですが、これによってどんなことが起こるのかというと、先ほどのようにサンゴ礁にちょっと影響が出たりだとか、森林火災が起こりやすくなったりだとか、はい。あと、広島の身近なことで言うと、はい、広島湾の潮位、あの潮の位置ですね、はい、この50年間で約20センチ上昇していたり、はいはい、20センチ大きいですね。そうなんです。あと宮島の厳島神社の回廊、廊下の、はい、あの冠水回数って言って、はいはい、あの廊下が沈んじゃう回数は、はい、1990年代は年間5回以下だったんですが、はい、2000年代には年間10回程度、はい、また2006年には年間22回も発生しており、すごい、なお増加傾向にあるということが、県のホームページでも書かれていました。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なんでね、平均少しずつの上昇なんで、うん、そんなに影響はないと思うとなんかいけないなと思ったり。そうですね、うん、ちょっとブルーな気持ちになりますよね。本当見たり聞いたりしてるとね、すごいびっくりしました。うん、だからこそ私たちにできることね、うんうんうん、電気とか暖房機器をこまめに切ったり、あとクールビズとかもね、はい、夏実施されてるから参加したりっていうことがやっぱ大事なんだなって改めてちょっと実感しました。本当、うん、できることやっていかないとですね、うん、そうですよね、うん、ということで、まあ、ここまでの結果をまとめますと、最近ダウンを着る回数が減ったという先週の会話は、まあ、ここ数年がなんかちょっと暖冬傾向であっただけで、温暖化が急激に進んだっていうわけではないんですが、まあ、改めて長期スパンで見てみると地球温暖化やっぱり進んでいってるということで、うん、うん、なんかちょっと改めて自分で知る機会になってよかったなっていうふうに思います、うん、本当ですね。はい、まあ、ですのでこの気になる話を、通じてちょっと共有できてよかったなと思いますので、地球温暖化についてもう一回、考えてみてもいいのではないでしょうか。以上、淵上咲の気になる話でした。今日はですね、恋愛必殺技ということなんですが、のみさん、はい、あのアヒル口をやったことがあるないとか、なんか恋愛必殺技として使うとかいう話、はいはい、さっきなったんですけど、はい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 、のみさんやったことありますか？なんかね、アヒル口じゃないけど、よくこう口角上げると印象がいいとか言いますよね。ああ、そうですね、うん、そうそう、なんかね、おめめちゃんさんからも、はい、チョコを渡す時の必殺技です、うん、笑顔の作り方が大事で、女の子はやっぱり笑顔が一番可愛いから、男の子にチョコを渡す時はちょっと半笑いして渡すそうですで、帰りはじゃあねーと口をグッと、白い歯が全て見えるくらいに笑うのが、こいつ可愛いと思う必殺技だそうですよ。なるほどやっぱ笑顔大事ですよね、うん、大事、うん、でもな、あのアヒル口も私も、うん、あとディレクターのタテワッキーさんも、はい、やっぱ結構鏡の前で練習したことはあるっていう話をさっきしたんですよ。はい、でもアヒル口って実際に男性の前で使うことってないですよね。なかなかね、難しい。まあでも、うん、ウィンクはもっと使いどころが分かんない。確かに本当そうですね。使いどころ分かんない。ウィンク私も分かんないです。使ったことない。人前で使ったの初めてかもしれないです。でもあの、うん、今日でも淵上さんの今日一の可愛いは、はい、あの欲張りヘルシープロジェクトの時にちょっと噛んで、うん、分からにゃいって言ったところが藤上ちゃんの今日一の、はい、あの可愛いところなんで、これはあの胸キュンした人いっぱいいると必殺技です。本当ですか？やっぱあれだな、胸キュンとかって無意識で起こすもんだ。そう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 、わざとじゃないですね。そう、アヒル口も自然となっちゃう。アヒル口が可愛いんだって。そうですね、そうだそうだ。いや、そう考えたらあの桐谷美玲さんとかあと板野友美さんとかも自然にね、アヒル口できるから、そうそうそう、羨ましいですよね。うん、いや本
天然最強。天然最強ですね。天然最強。わからにゃい可愛かった。ああ、私そんなこと言ったとこ本当にわからにゃい。覚えてにゃい。これはちょっとやりすぎですよね。多分引く男性とかいっぱいいると思う。自然に出たやつが可愛い。そうですね。わかりました。ちょっとそういうのをちゃんと考えながらやることにします。ということでこの後もどんどんですね恋愛必殺技でお待ちしています。お送りしたのはラッドウィンブスで愛にできることはまだあるかいでした。ショコラジルーレットの旅。このコーナーでは広島県内にある23の市町の中からルーレットによって一つのエリアを決定し、その決まった市町についての情報を集めて広島の魅力を再発見していきます。今週ピックアップするのは竹原市。さあ、先週こんなニュースが入ってきました。秋の小京都と呼ばれ観光やロケ地としても注目される町並み保存地区を擁する竹原市が、JR 竹原駅前エリアから道の駅竹原町並み保存地区へとつながるアイフル通りのにぎわい空間再生事業、竹原駅前エリアウォーカブルビジョンを作成したと発表しました。このですね、竹原駅前エリアウォーカブルビジョンとは、アイフル通りの道路や空き家、空き店舗、空き地などを活用し、人が集まり歩きたくなる居心地のいい空間を作るということなんですね。このビジョンへの取り組み期間は2021年から2030年の10年間ということで、10年後に向けて駅前エリアが少しずつ変化していきそうで、ますます魅力的な街になれそうだなというふうに思っています。のみさん。はい。のみさんもこの竹原市は取材で行かれたことありますか？はい、ウィンクの方でも、はい、嵐の CM のロケ地になったそうのが話題になった時に、うちの、ジャニーズ好きスタッフが、行きたいって言って、竹原を、しっかりフィーチャーして、取材に行ってもらったことがあります。やっぱそこで盛り上がりましたよね。嵐が来たって言ってね、一時期。そう。覚えてます。うんうん、先週はですね、その街並み保存地区からちょっと離れた、竹原市多田の海にある青畑ジャムデッキでジャム作り体験した様子をお届けしたんですが、今日はまさに、この竹原街並み保存地区内にある、竹原町並み竹工房に行った様子をお聞きいただきたいと思います。これがまさにあれですよね、松潤が持っていたハートの風車そうが作られたのか、そのハートのが風車をもらい、作りに行きたいっていう女子が殺到したとこですね。そうそこに行ってちょっとね作ってきたんですよ。はい、すっごい楽しかったので今日ちょっとその様子をお届けできればと思います。はい、あとウィンクの今月号のショコラジ新聞のページにも掲載してもらっていますので、ぜひよかったら皆さんも見てみてください。はい、竹原町並み竹工房はですね、竹細工の製品が販売されていたり、竹細工作りの体験ができる場所です。はい、でそこで私は竹の風車作りに挑戦してきました。はい、で作ったのがですね、なんか2連になっている風車で、はいはい、大きい羽で回る回転部分と小さい羽で回る回転部分を重ねて、なんか風が吹くとそれぞれ逆方向に回転するっていう風車なんですね。はい、で松潤が持っていたのもこのタイプだと思うんですけど、回す部分は細い竹の皮で、で持つ部分は竹でできた本当に全て竹の風車でした。はい、竹細工講師の三安千恵子さんに教えてもらいました。なんか独特な器具に竹を4本シャープみたいに挟んで、ここから編んでいくんですね。そうです。今度はこの一番手前の左側1本、はい、2本、3本、4本とこう順番に交差させます。はい、交差させたら次は今度はこれね、はい、その次の分をここの一番手前の、うん、輪っかの中にこう突っ込みます。難しい。その次はそのお隣の輪っかに突っ込む。一本だけね。はい、次は、はい、間違えないようにこれをこう下から入ってきて。ああ、なるほど。うん、
なんとなく分かりました。下側から入ってきてここに刺す、そっちに刺して、最後はここに刺す。ここまでやってみましょう。細かい作業ですね。これはちょっと、これ何かけてるんですか今、うん、これね、お水なんですけど、乾くと折れやすいので時々水かけてやる。ちょっと湿らせて、はい、あ、そうなんだ、ちょっと気合い入れよう。はい、ということでちょっとね、はい、あの音声だけだ想像しにくいかもしれないんですけど、これ4本の細い竹、うん、十字架にして真ん中を固定しながら、まあ、交互に編み込んでいくんですね。あ、なるほど。中心を先に作っちゃうみたいな。そうなんですよ。うんうん、で、なんかちょっとなんか立体的な円形みたいなのを作るように編んでいくんですけど。はい。なんかね、4本なのに細い竹が。うん、うん。途中から、なんか10本ぐらいあるように見えてくるんですよ。作ってると。ああ、複雑になっていくんですね。ものすごい複雑で、ちょっとこれ、はい、風車が結構一番簡単なレベルらしいんですけど。あ、そうなんですね。結構難しかったです。複雑でした。だって、ね、結構凝った形してますもんね、風車。そうですよね。うん。あとやっぱり乾きすぎたら割れちゃうということで、そういったところも、水吹きかけながら、気をつけながら、うんうんうん、はい、進めていきました。私はすごいあたふたしてたんですけど、講師の三谷さんは、慣れた手つきで、すいすいと進めていっていました。うん、お母さんはこれ、お茶の子さいさいですか？ああ、慣れましたね。慣れましたか。どれぐらい？もう10年になりますから。10年。へえ。10年になります。すごい。きっかけは何だったんですか？やり始めたきっかけ。ああ、私はね、父親が田舎育ちですからね。うん、子供の頃にもう親がザルとかいろんなものを作ってたから、それ見ながら育ったもんで。で、まあ、いつか自分もできたらいいなと思ってて、たまたまこちらで講座があるのを知って、へー、でたまたま新聞で知って講座があるのを知って、やりたいと思って来られたんですね。そうなんだ。はい、すごく素敵なお話だなっていうふうに思って。で、でもお話を伺っていくと、この三谷さんのご出身、はい、竹原ではないそうなんですね。あ、はい。そうなんです。だから、まあ、昔から竹細工をお父様がよく作っていたというお話で、はい、その竹原の伝統かなって思っていたら、実はそうではないことが判明しました。じゃあ、なぜ竹原といえば竹細工が有名なのか、はい、というのが気になったので、ちょっと疑問に思っていると、お店の店番をしていたお父さんが教えてくれました。なんで竹原って竹細工有名なんですか？有名いうことないんですけどね、うん、昔ここへ竹原に職業訓練所があったんですね。はい。で、職業訓練所で昔は造船なんかが盛んで溶接とかへのやりおったんだけど、その後に竹細工をその職業訓練所でやりだした。その時に大分から先生が来てその職業訓練所で竹細工を教えるようになった。で、それから20年余りかね、今。そうですかね。20年の今、社員が120人ぐらい。もうちょっと長いかね。ここにね。で、遠い時だったら広島の方から週に毎週通って習いに来る人もおるし、尾道、福山、江田島の方とかね、結構おりますな。じゃあ竹細工が盛んになったのって結構まあまあまだ新しいんですか？そうそう。え、知らなかった。のみさん、私これ衝撃の事実だったんですけど。ね、私もこれ聞いてびっくりしました。ですよね。なんかね、もう江戸時代からとか、なんかそんなイメージを勝手に思ってました。そうなんですよ。しかもね、竹原市って市の名前も竹がついてるし。そうそうそうね、えそう、そういう意味なんだってずっと思ってたら、うんうんうん、ここ最近みたいで。で、なんか、調べてみたら、竹原市ってじゃあどっから来てるのかなって思って調べたら、はい、まあ、昔、それこそ竹の原、竹の原っぱだったからっていうのと、うん、か、なんか竹原さんっていう方がそのあたりを、管轄してて、で、竹原市っていう風になったかっていう、なんか、どっちが、はいはいはい、まあ、明確ではないっていうのが出てきて、そういうのから見ても、あ、竹が有名だから竹原市ではないんだっていうのをね、ちょっと、改めてびっくり。でも結果
カロンちょっとね、あの、市の名前にも、あの、いいし、近いし、いいですよね。ね、うんうん。うん、で今もですね、実は全国から数人若者が竹細工をこの竹原市の工房に習いに来ているということなんですね。はい。さあ、そうしながら喋りながら作った2連の風車ですが、無事完成しました。これですね、あの、2つ2連編み終わったら組み合わせて、最後に回る部分、端っこの方に千代紙を貼って、回った時に色が見えるようにするんですね。で、これ千代紙も、本当に何十種類、はい、何百種類とあって、ちょっと選ぶのもすごく楽しかったです。へえ。私はですね、あの、はい、大きい方はピンク色にして、はい、でちっちゃい方は水色にしてっていうデザインにしたんですけど、うんうんうん、やっぱ人によってはなんかちょっとあのもう全部バラバラにする方とか、あ、はい、はい、あの緑とオレンジ系を組み合わせる方とかもいるという、はい、ことでした、まあ、このように本当に自分好みの風車が作れるこの体験は、2連の風車はですね、体験料込みで1400円で、1連だと1000円ということで、もちろん作った風車は持ち帰れます。要予約ということですので、気になった方ぜひ予約してから行ってみてはいかがでしょうか。のみさん、いかがでしたか、はい、この体験。すごい、なんかあの体験自体もそうですけど、うん、こういうこう地元の人といろんなおしゃべりしながら、はい、町のことを知るっていう、そういう時間もいいですよね。いや本当にそうでした。うん、なんかその工房自体もものすごく落ち着く雰囲気で、石油ストーブが焚かれている中、はい、なんかやるんですけど、その本当にあの歴史の話とか聞きながら温かい時間だったなっていう風に思いました。はい、はい、ということで竹原市の町並み保存地区、まだなんかね10年規模でいろいろあの、そう、あの再開発とかも進んでいくということですのでね、なんかニッポニアのホテルなんかもできましたし、うん、そうですよね、これから結構注目度の高まる観光地になりそうですね。はい、はい、楽しみだなというふうに思います。竹原市についてお届けしました。では次回のエリアをルーレットで決定します。参りましょう、ルーレットスタート。おー、東広島。東広島。はい。いいですね。おー、東広島は、酒蔵通りとか。はいはいはい。あそこにあるチョコレート最近食べました。美味しかった。いいです。おー。あとなんだろうな、結構行ってる気がするけどな、東広島だけで。うんうんうん、いろいろありますよね。ねえ、なんかカフェとかパン屋さんとかもあったりして。うん、そうですよ、ね。結構ね、グルメ歩きもできるし、いいとこですよね。ははは、まあ確かに。じゃあちょっとそういうところも、新しいところ私も知りたいなというふうに思っていますので、お便りお寄せください。よろしくお願いします。次回は東広島エリアについてです。ではのみーさん、ここまでということで、今日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、以上ショコラジルーレットの旅でした。お送りしているのはかりゆし58時、終わり始まりですが、もうすぐ今日が終わるという歌詞がね、バレンタインデーにチョコを渡そうとしている女性の皆さん、渡せましたか？後悔なくお送りしていただければなと思います。あのツイッターではですね、いろんな意見があって、福山のコウモリ男さんは、アヒル口をする女性は好きではないです。おじこにさん、さっきのわからにゃいは逆に怖い。あとですね、花の47年組こじこじさんは、わからにゃい、知らにゃいは男性から笑顔が消える可能性大ですよ、気をつけて。ストレートマンさんからは、わからにゃいはなくはないな、あと笑顔は本当にいいということで、やっぱね、あのわからにゃいとかアヒル口に関しては結構否定の声が多いんですが、笑顔はやっぱいいですよ。今からちょっと渡そうと思ってる方はね、笑顔を大切にしながら、やっぱりあの作ったモテテクはダメだそうです。自然に渡していただければなと思います。お便りもたくさんありがとうございます。替え玉おかわりさんからは、バレンタインの思い出ですが、男子校出身で女の子と縁のない毎日でした。初恋は二十歳を過ぎてからです。初めてバレンタインに贈り物をもらったのは、夜間の専門学校で出会った6歳年上の女性、気さくな人でした。ただ包みの中身はチョコではなくワンカップのお酒、添えられたカードに、これからも飲んで話せる友達でいてねとのメッセージ、
そのままいい友達のままで卒業しました。30年も前の忘れかけた思い出です。悩みに恋に必殺技は距離を取るですかね。うわー、ちょっとさーっとしますね。この女性はどういう意図で、やっぱりその替え玉おかわりさんが自分のことを思ってる、告白してきそうだなっていうふうに思ったから、そっとわざと逆にバレンタインデーの日にこういうことをしたんですかね。ってなったらものすごい頭の切れる方ですよね。ちょっと参考にしよう。あとはバレンタインの思い出とかはですね、スノー大福さんからは、私は女子校でした。ボーイッシュだったので女の子にはモテましたね。チョコもたくさんもらいました。女子校あるあるですよね。後にも先にもモテ期はあの時代だけです。恋愛必殺技一つ、いいなと思った人にはしつこくない程度にまめに連絡する、それだけです。うわー、なるほど。確かにやっぱ定期的に連絡取ったりしてるとね、自然と気になってくるのかな。相手によると思うんですけどね。あー、そっか、いろんな恋愛必殺技知りました今日は。とりあえずアヒル口と上目遣いとかそういうなんか作った必殺技はダメですね。あとは広島県の方は何々じゃけとか何々じゃろうとか、そういう方言も使ってもいいと思う。必殺技になりません？なんかね、東京とかの人だったら可愛いと思う。私の関西弁はわざとらしいから絶対にモテテクにはならないと思います。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。バレンタインデー後悔のないように、ここまでお送りしたのは RCC アナウンサーの淵上咲でした。この後も素敵な日曜日をお送りください。